って自由動員をかわす1番立川、2番の白川がここで下がって一旦5番手に抜け出します。残り600の鐘が鳴っています。1番の立川後ろの様子を見て少しペースを落とします。2番の白川5番手からさあ一気に仕掛けていくのか。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。1番の立川がペースを上げた。2番手は5番の石井、3番手には4番高橋、切り替えていった3番の里見が5番手に入ってきて、2番の白川は6番手に置かれました。バックストレッチ、さあ1番立川がペースに持ち込んだ。2番手は5番の石井、3番手は4番の高橋、その後ろ7番の大野で3番の里見が5番手、6番手2番の白川まくっていくが、まだ前とは差がある。4コーナーから直線、1番の立川先頭、追ってくる5番の石井、立川粘ったか、立川粘ったか、ゴールイン、わずかに立川が粘りきった。